みなさんこんにちは、242チャンネルです。今日は原宿にあるラフォーレの前に来ております。全然原宿っぽくない壁の前なんですけど、今日はなんとスペシャルゲストをお呼びしております。かわいいかわいい私の妹おぱみちゃんです。おぱみちゃん大先生。今日はこの原宿のラフォーレの中にある東京かわいいスタジオというところで、おぱみちゃんと一緒に2人でロリータ体験をしていきたいと思ってます。ロリータやったことないけど、かわいくなれるかな。やった、行ってみよう。すごっ、耳生えてるよ。終わりました。またしても原宿感のないところいやめっちゃ楽しかったね。1,2 週間で写真が届くらしいので、それを楽しみに待ちたいと思います。まあ、私はなんか面白い感じになったし、おぱみちゃんはマジで可愛かったから、写真の出来上がりをお楽しみに。さあ、ということでお写真が届きました。じゃあみんなに見てもらおうかな。まず2人で撮ってもらった写真です。ねえ、よくない？なんかさ、仲良し姉妹みたいだよね。かわいい、すごくない？なんか妹が、おぱみちゃんが本当にかわいい。よかった、かわいくて。これもかわいいでしょ。腕組んじゃってやだ、もうかわいい。じゃあソロも見ていただこうかな。プラン的に1人3枚までと、あと SNS で載せたらもう1枚プラスってことで1人4枚ダウンロードできたんですけど、妹はもう4枚自分のダウンロードしてもらって、私が2人で撮ったやつ2枚と自分で撮ったやつ2枚ダウンロードしたんですけど、私のもメガネありなしで撮ってもらったんですけど、なんかどっちもいい感じに撮れててね。え、私は別に面白くなればいいなと思ってたんですけど、普通に可愛くなっちゃったいや面白いけどいいよね。なんか撮影してくれた方がすっごい褒めてくれてさ、なんか可愛いとか、メガネあるのもいい、萌えみたいな、すごい褒めてくれて、撮られ慣れてないからさ、全然ポーズとかさ出てこなかったんだけどさ、すごい指示いただいて、いい感じに可愛く撮れました。嬉しい。この座ってるさ、上目遣いのさ写真さ、私と思えないぐらい可愛いよね。これ可愛いよね、めっちゃ可愛く撮れてる。びっくりしちゃった。このピンクのウィッグ似合う人初めて見たって言われた。お世辞だろうけど嬉しいね。妹のも一応本当に可愛いの、みんなに見てほしかった可愛くなれて喜んでおりました。よかったです、本当楽しかったし。ロリータ願望はあったけどさ、日常でチャレンジすることもなかなか難しいから、こういう機会にできてよかったです。楽しかった。またなんかいろんな友達と行きたいなと思いました。衣装もいっぱいあるから他のも着てみたいななんて思ったりしております。ということで242チャンネルとおぱみちゃんでロリータ体験してきたようでした。またねー。